こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回はですね、はい、石川千恵先生によるレッスン動画になってます。お願いします。お願いします。はい、今回はですね、自己流のスイングになってしまっている方に向けた特別なレッスン動画になっています。はい、自己流ね、まあ、大体の方が結構自己流多いんじゃないですか、ね。そうですよね。最近やっぱこうレッスン動画に、うんうんうん、多いね、 YouTube。確かにね、うん、私も言ったら自己流ですから、うんうん、やっぱりこういう YouTube とか見て参考にしてやってみたりとか結構してるんですけど、うんね、まあ、そういうのがいろいろね、うん、やってはいけない動作になってしまっているかもしれないということで。なるほどね、はい、勘違いしちゃいけないところかな。そうですね、はい、気になります。気になりますよね、うん、注意するところがまた別にあるんだと思うので、はい、それを千恵先生に教えていただきたいなと思います。はい、いきますよ。お願いします。はい、今回はスイング中にやってはいけない動作についてお話ししていきたいと思います。このやってはいけないってね、あんまり束縛はしたくないんですけども、よくラウンドレッスン中に独り言で多く言われてる言葉が、振り遅れてしまったからインパクトでペースが開いてしまった、スライスしちゃった、インパクトで手を返さなきゃって言ってる方が結構多いんですよね。これコース中にスライスや右にすっ飛んでしまった時に、インパクトで手をしっかり返そうって考えてしまう方、これダメなんですよね。はい、要注意。はい、なんでダメかというとですね、インパクトで手を返そうとすると、インパクトゾーンでのフェースがまっすぐなる時間が一瞬しかないんですよね。じゃあどうやって捕まえていくのっていうことですよね。はい、これはですね、インパクトの瞬間に捕まえていくのではなく、テイクバックから切り返しまでに捕まえられるフェースの向きにしていくことがベストになっていきます。なぜそちらの方がベストかというと、インパクトゾーンの時、インパクト付近でフェースがまっすぐなる時間が長いからなんですね。はい、そうするとタイミングがちょっとずれても左右のばらつき、少なくなるのでおすすめになってます。どうしても振り遅れだったりスライスしてしまうと、インパクトで手を返さなきゃと勘違いしている人が多いので、これ注意してみてください。ではスライスや振り遅れと感じてしまっているフェースの開きをどうチェックするかを、今日2つのポイントでお話ししていきたいと思います。まず1つのチェックポイントは、最初のアドレスの時のフェースの向きです。これスコアラインだったりとかリーディングエッジでターゲットに対して垂直に構えてしまっていると、面はロフトがあるので右を向いてしまうんですね。なのでまず面を垂直、ターゲットに対して垂直にすることが大事です。1つ目は最初のアドレス時です。このフェースの面を垂直にすると、リーディングエッジや、はい、このスコアラインですね、一番下のスコアラインなんかは自分から見ていやいや、はい、かぶった形になります。はい、まず1つ目はアドレス時のフェースの向きでした。はい、まずリーディングエッジやスコアラインでターゲットに合わせてないかチェックしてみてください。はい、そして2つ目のチェックポイントはハーフウェイバックです。ハーフウェイバックとはテイクバックで地面とクラブが平行になる位置です。はい、この位置の時に前傾姿勢とフェースの向きが同じ、またはそれ以下だったら OK です。前傾姿勢より立っている場合は開いているってことになりますので、このお二つのポイントをチェックしてみてください。はい、ということで今回やっていけない動作としては、振り遅れやスライスに対してインパクト時で調整することでした。なのでアドレス時やハーフウェイバックでフェースの向きをチェックしてみてください。そこに原因がありますのでチェックしてみてください。はい、ということで、はい、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、皆さんやってはいけないスイングになってましたか。まあ9割の方がなってるんじゃないですかね。そうですね、私も当てはまるなって思いました。今情報が多いんで。確かにね、いろいろ ね試せる内容が多いから、はい、うん、それをね今回ここ
で整理していただいて、はい、そうですね、はい、まとめていただいて、はい、成果につなげていただいて、はい、ゴルフを楽しんでもらえればなと思います。はい、はい、今回も最後まで動画を見ていただいて、かみかみ今回も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思った方はいっぱいいると思いますが、そうだね、はい、ほとんどの人が多分思ってる、はい、チャンネル登録と高評価とコメントをよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それでは次回の動画もお楽しみに。お楽しみに